ラスベガスに向けて、はい、久しぶりの更新になりました。ラスベガスに向けてということで、もう、来週ですか、再来週か、あと10日後ぐらいには出発ということになっております。はい、どうですかチョビン。ちょっと緊張してますよね、アメリカ行くのか。でなんでそんな緊張するの。いやちょっと海外行くの久々なんだよ。まあそうですね、だからこのコロナ禍があってね、久しぶりっていうことで、だってアメリカ入るのって久しぶりですね、チョビンは。ハワイ行ったぐらいなんで、ね、十何年前ですね。ねえ、うん、USA は久しぶり。本土は初めてですね。あ、メインランド初っていうことで、はい、ということで、そのチョビン、事態断裂、その後の経過どうでしょうか。実は先週、PRP。PRP、行ってましたね、なんか高い注射。はい、打たせていただきました。はい、ということで、なんとチョビン、その注射を打ったら気絶したと聞いております。はい、2000人ぐらい先生も受けたやってみたけど、うん、自分が初めてだったみたいな。なんでそんな気絶するんですか。痛かったの。痛いんですよ、本当に。痛い。そう、痛いですよ。献血でも倒れるぐらいなんで。そんな注射がダメなの。ダメなんですよ。注射ダメなの。ダメなんですよ。気絶しちゃったの。今日病院行った気絶。今日病院行った先生も、大丈夫この前っつって。大丈夫ですって。はい、なかなかの迫真演技だって。どうで、じゃあその注射打ってからどうですか。今日見たんだけど、かなりエコー見たら、あ、エコー検査、ああ、へー、かなりいいんですよ。あ、その注射の効果あった。あるみたいです。気絶した効果あった。気絶した分、回ありましたね。あ、本当。はい、あ、じゃあ良かったじゃん、気絶。良かった、来て良かったですよ。はい、でも自分濃度が低いのを見ちゃったんで。何濃度が低い。なんで高いのってもう20万ぐらいなんですよ、ここにもあるんですけど。じゃあその資料見せてください。PRP、ね、PRP、多血小板血症を用いた筋膜の損傷及び慢性炎症の治療。実は大谷選手も受けたみたいなんですよ。大谷選手、はい、大谷選手って何だっけ。野球です。あ、あの例の。そうです、そうです。エンゼルス、はい、あ、そうなんだ、はい、富岡さんが調べてくれて、へ、先生に聞いたら高いのだったら本当に高いのあるか。あ、じゃあその大谷は20万のやつを打ったと。多分そんぐらい打ったと思いますね。で、ね、君のはいくら。自分22,500円です。もう安っぽいです。1割ですから。ここら辺にね、人としての器が出ますね。いや、大谷は20万、君は2万。だってまあ5万って言ってたじゃん。それの半分にしてもらったんですよ。なんで、その濃度が薄いから。そうです、試しで。で、これなんで認可降りないかっていうと、うん、あ、認可が降りないってか。ああ、そうだそうだ、言ってたね。だからあれなんだ、聞く聞かないがあるから、うん、そこに税金を出したくないってことで。なるほど。だったら最初こっちの方がいいよって言われたんですよ。なるほどね。5万円受けて本当に何もない人は何もないらしいんですよ。あ、20万かけたけど効果がない可能性がある。だから2万円で抑えた。そうです。じゃあ効果あったんだったら、じゃあもう一発打てばいいじゃん。でもちょっと怖くても痛いのが。すっごい痛いんですよ。へえ。注射3回打つんですよ。まずこっから血取って、うん、で今度は足なんですけど、うん、麻酔も今度注射打つんですよ、うん、ある服じゃなくて、うん、で今度注射打つんですけど、それが5分ぐらいなんですよ、うん、注射が。そうです。でどんどんこうやってその液を血液を入れていくんですけど、うんうん、血小板を。そうです。それが痛いんです。入ってる瞬間、うわ、痛いからって前もって言われたんですよ。これ本当に痛いからっつって。あ、だけどその麻酔をしてても痛い。痛いですもん。で、自分に助かったのは、うん、これ痛みが出るんですよ、みんな、うん、自分が痛みなかったんで。あ、本当。あ、術後の痛み。そうです。あ、本当。ほとんどあるみたいなんですよ。へえ。心配で先生に次の連絡したんですよ、うん、そしたらたまに稀にない人がいるみたいな痛みが、うん、あ、じゃあその稀な人だったんだ。稀な人だったんですよ。じゃあよかったじゃん。はあ、じゃあけど2万円、はい、2万円で済んでよかった。じゃあ効果はあった。あります。もうバッチリ。先生はもう一回受けた方がいいんじゃないかって。あ、じゃあもう一発打っとけばいいじゃん。2万だって2万かける2で5万円以下じゃん。金額は気絶が嫌なのか。そうなんですよ。あ、そんなに痛いんだ。気絶するほど痛いの。痛いですもん。でもこれ本当にスポーツ選手やってる人ってちょっとお勧めしたいなってありますね。あ、本当。まあ、だからその認可の問題もそうですけど、うん、やっぱ聞く聞かないがあるんで、結構まれに聞かない人も本当いるみたいなんですよ、うん、だからやっぱ認可なかなか下りないと。けど聞いてからよかった。じゃあもう万全。そうですね。あと可動域戻れば、うん、問題ないですね。あ、もうやれる。やりますよ。マットに立てる。立ちますもん。白帯野郎が立ちますもん。もう立つ。ああ、テーピング巻いても。もうテーピング巻いときは大丈夫だよ。ああ、だって、まあ、この間 の ASHF の、 そのアジア先週末あったんだけど、やっぱパラ柔術あったもん。片足ない人も試合やってたもん。
そんなのにあるんだからさ、まあね、別にそんなんでもう一本の足あるんだからさ、それそんな泣き言言ってんじゃダメだよ。だって打つあの注射を打てる足があるんだから、まあ、そうですね。おかげで打ってからは調子いい、本当にほらそうでしょ、選手あの本当に頭で打ったらもう毛も生えてくんじゃないのいや絶対しました、うん、月曜から本当に調子良くなってきたな。あ本当、じゃあもう結構いい感じ、打ってよかった。よかったですね、金かけたらありますね、うん、じゃあよかったじゃん、はあ、じゃあもうこれで万全と、はい、いうことで、でね、あのまあ、あの今回もうね、あの前回の、この配信の時には言ってませんでしたが、岡田さん、玉木さんちゃんとねリリースしました。であれでねちょっとその収録をしたそのビジュウェブも相当数字が回って、もう6000回ぐらいみんな見ていただいてすごいってことになって、でもそれもねだってもう同じ空間にいるんですから、あの人たちと。いや嬉しいですね、ちょっと。いやけどもうチョビンはもうちゃんと5メートル以上離れてくださいねもうそういう人とはもうダメですから、危険ですから、危険人物なんで。仕事でして守ろうかなと思った。そう、でもちゃんとそこら辺はね、あの区別しないといけない。もう下々の人間と違いますから、白帯野郎は近づけませんからね。ということでね、このラスベガスもうねバチッと、もうかなりのねもう10日で結構スケジュールが決まってきました、はい、ね。でまあ着いてすぐ、車で、ラスベガス行って、じゃあその日は、ぼんやり過ごすと。まあ減量もないということでね、ちょっと調子よければ飯食っちゃって、そうですね、ね、それを食ったりして、はい、でその次の日は、オフで、そこでね、まあちょっと、まあ、動かせるんだったら、まあ、ちょっと地元の道場ちょこっと回って、ご挨拶があったら行きますよってことで、うん、ちょっとご挨拶させていただいて、うん、でしたらもうすぐ試合ですから、ああチョビンは。そこでもう大一番の試合があります。で、そこでバチッと試合やって、その後はもう荷物持ち。はい、あとはその、その今回その日本人の方いっぱい出るので、そういう方たちのサポートに回る。ね、あの俺もいろんな人の写真を撮らないといけないし、でそこでじゃちょっと撮れない。誰たちをサブのカメラを渡して、チョビンが撮るってこともありますから、でその、ね、練習も兼ねて、でバチッとやってもらいます。で、あとはそのラスベガス終わってから、ね、ロサンゼルス行って、で今回はね、もうそのロサンゼルスがもうだってウキウキしてますから。いや、まあ、でも今回だって4日間ぐらいあるので、だ結構俺もね、行きたいところがあって、あのレインボーバー&グリル。あ、見ました。あのね、モーターヘッドのレミー・キルミスターがね行ってたっていう、そのレミーのスタチューもある、そこ行きたい。そこでね、あのスローターがライブやるっていうね、マーク・スローター、ね、その人 あの復活ライブみたいなのもあるし、そこで、食事をしながらそのライブを見て、マーチャンダイズの T シャツかなんか買って帰りたいなと。あとはもうチョビンが行きたいエンゼルス、エンゼルスも行きたい。あとはディズニーランドも行きたい。あとちょっと俺はあのテニスプラネット東京のそのオーナーの方とのミーティングがちょっと入ってしまったので、それもちょっと行かないといけない。でそこ あのテニスプラネットのね、あのこれからできるっていう方、まだ俺ちょっとあの直接会ったことないんで、その方と そのミーティング あのセッティングをちょっとやってるので、それも行かせていただいて、まあちょこちょこ、あとはもうチェックマットの本部ですね、レオジーニョと。でまあレオジーニョちょっとミーティングもあるし、あとはまあいつもの AOJ も行って顔出して、あとはそのね呪術ナビマガジンこの間にインタビューさせてもらった人たちのところにそれも届けに行ってっていう感じで、結構ちょこちょこ行くところはあるんでね、そこら辺もちょっと行きつつっていう感じで、ロサンゼルスは過ごしていくという感じですね。あとはもういつもの通り、ね、あのロサンゼルス在住のね山本大輝ともあって、あ、そうか、そうそうそう、ね、山本大輝ともあって、でやっぱそこら辺もありますね、結構いろいろもうやること盛りだくさんですね。はい、ね、でまあもうチョビはとんはとん何はなくともね、試合がまず第一なんで。経験したいですね。そう。でもしかしてそこで足を折られちゃってね、車の運転もできねえなんて言ったらもうそこでもう終わりですから、全て終わりですから。そこだけはちょっと困ります。はい、ちょっと気をつけてくださいね。はい、はい、ということで、もうあとはもう待ったなし。意気込みどうですか。いやーもう。緊張、時間が経てば経つほどちょっと緊張してきてるんで、試合もそうですけど、久々の海外なんで、で今回はもうすごい方も出るんで、そうそこに自分が立つっていうのが、そうですよ、でしかも充実やってる人の憧れじゃないですか。そうですよ、ラスベガスで試合できるなかなかいないですから。それを考えたらもう嬉しさと、嬉しさと切なさと心強さと
ぱいろんなのが混じってきますね。ね、ただ自分はそこに感謝してやっぱりね、こういう機会もらったんで全力尽くすだけですね。そうですね、はい、はい、まあまあここでバチッとやって、でその後のねこともまたお伝えできればいいなと思っておりますので、はい、はい、そんな感じで、今回はそういったご報告と、注射を打って気絶したの回ですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。